おーまい、ぐって首めして首絞めてます。なんていうことだ。はいどうも、アニメリアクターの財前です。こんな感じのリアクションやアニメに関する動画を毎日投稿しておりますので、ちょっとでも興味があったらチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてアニメのリアクションや感想を先に見たいよって方がいらっしゃいましたら、下の概要欄やシークバーからチャプター機能をご利用ください。はい、というわけで今回も日暮らしの泣く頃に卒第2話見ていこうと思います。連続で見てますのでね、やっていこうと思います。前回はまああれですよね、違う視点で鬼魂編がこうどん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 繰り広げられていって、まあ基本レナ視点だよね。レナ視点で動いていって、まあ里子の動き、黒幕の動きなんかも描写されながらこう物語が進んでいってるっていう感じですね。まあなんかすごいリナさんがいい人だったり、変化っていうのはやっぱりあの鬼隠し編とはまたあったりとかするのかなというふうに思うんですけれどもね。まあこれからどうなっていくのか気になりますね。はい。そんでまあ見ていくんですけれども、僕1期2期はアニメ見てるんですけど、あの原作はプレイしてないので、間違った知識とか情報だったりが頭に入ってるかもしれないので、もしね間違ったこと言ってたりとか分かんないことがあったら、なんか原作の知識とかで、あの原作勢の方とかなんかこうすごい詳しい方はなんか補足していただけると嬉しいです。はい。正しい情報を持ってこの物語、正しい情報を持ってこの物語を楽しみたいからね。はい、まあそんな感じで。まあ今回はね、またどういう風に動いていくのか楽しみに見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。日暮らしの泣く頃に卒第2話、よーい、アクション。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ、レナが完全に発症しちゃってるよ。あ、え、おー、殺害道具を。殺す気？え、これリナさん殺しちゃう？やばくない？リナさんいい人だよ。いい人ではないんだけど。いい人ではないんだけど、いい人ではないんだよ。いい人ではないんだけど、だいぶ改心しようとしてるよ。いやー、まあ気になるところではありますよ、本当に。いやー、いろいろとね。難しいんだよな、このアニメ。本当に情報が多いからな。いてーん、むすん。まあ本当にな、さとこが。これは何が悪かったんだろうな、本当に。リカちゃんがルチーア行かないって言えばよかった物語ではあるんだけど。でも、さとこちゃん的には出たかったわけよな。ここ、ああ、ここゆりめま森おじさんです。さあ、まあ、高校の制服を着てるから、やっぱり、この先からどんどん、高校になっていくのかな。なんか物語のメイン舞台が、高校生になっていくのかな、というふうに思います。高校だっけ？中学だっけ？高校だよね。いやー、どうなるんだろう。マジで気になる。なんか、で、ここ大学生か。これ大学生の頃の、多分人たちだね。年上組かな？いやー、レナちゃんの帽子可愛いよね。あの帽子似合う子、好き。ははは。一話よく考えたら俺可愛いしか言ってなかったんじゃないか。さあ、このさ、かけらとかもわかんないのよ。かけらって多分これ原作要素でしょ？なんかかけらを集めてうんぬんかんぬんみたいな記憶がありますね。かけらに記憶があるから。なんか鉄平がかけらを渡す渡さないみたいな話を聞いたような聞かないような。さあ、料理を作っているわけであるけど。これ素直にさ、言った方がいいんじゃない？見ちゃったんだけどって。そうか、でも、慰謝料でいっぱいあるから、働いてないのかな？え？ああ。はい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 。ほどほどにするのはお父さんやで。さあ、結局ケンタ君を。これなんか秘密基地っつってたよね。この中。おー、健在。
あ、そうか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 。ああ、これ遺体隠すのか。リナさん殺して。本当に普通の女の子なのにな。ちょっと口癖が変な。あ、そうなんだ。という体だよね。うわぁ、注射を打っておいて。お腹が痛い痛いなのですよ。あなたも痛い痛いになるんだぞ。うわぁ。まあ、刃物を扱わせたら天下一品やからな、レナは。うん。ああ、休む。はいはい。なんか改めて見るとさ、ああ、見てる。さとこが見てる。なんか、サトコも子供のふりしてて、リカもその子供のふりしてる、なんか、なんだろう。アンジャッシュ的なものを感じるよな。お互い子供だと思っているみたいな。あー、バラバラにするためのドリルのこぎり。どっちが軽いかな。そう、糸の子だったよね。皆さんはもう手を引くつもりだよ。いや、すれ違ってんな。すれ違ってるっていうかもう、これは。これはでも、ひなみざは、症候群のせいだとは思うけど。さあ、お父さん出かけるのか？あ。うわ、なんていう格好。お父さんと付き合ってる？うん。お、間宮リナ。うわ、言ってないと思うんですけど。なんだ？うん。やばくねえか、これ。これやばくないか？これ本心だよな、絶対。うわぁ、もう終わった。うわ、すれ違ってるー。絶対すれ違ってる。うわ、雨で血が流れるからってことやな。なんかすごいいい人に見えるんだけど、こんな人でしたっけ？いやー。年頃の女の子って可愛いわね、みたいな。バッド、なただなただもう、世界一なたが似合う女。宇宙で一番なたが似合う女じゃないか。こんだけ人当たりのいい女の子なのにな。あなたの首を、スパッ。うわぁ、マジか。
どう聞こえてんだろうな、レナにも。ちょっと感じてるね、嫌味な雰囲気というか。いや、あの話聞いてりゃちょっと変わったはずなのにな。え？やだ！ちょ、ま、勘弁して、勘弁して、きつい、きつい、きつい。うわ、なんかすごい、つらい、つらい、つらい。きつい、きつい、きつい。真の像がえぐれます。入ってくんじゃねえよって。そこは入っちゃダメだ、リナさん。あ、雨降っちゃったんだ。仕方ない。やばいやばい、私だけの場所なのにという。やばいやばいやばい、根っこの部分が変わってない。根っこの部分が。あれ？でもこれ殺せる？この中で。うん、話そう話そう。大丈夫大丈夫大丈夫。うん、うん。お、そう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 。うん。私の気持ちなんてわかんないくせに。人やん、超いい人。頼む頼む、殺さないであげて、殺さないであげて、やめてやめてやめて、お願い。これダメだよ、抱きしめてあげて。うんうん、抱きしめてあげて。おお、うまい。私はもっと苦しんで捨てないよ。これ聞こえてないのか、レナには。もう、そうか、譲っちゃいけないと思ってんのか。おーまい、ぐって首めして首絞めてます。ちょ、ダメだって、やめて、やめてあげてくださいー。やめて、やめて。ダメだ、ダメだ、なんとかしないと、だってこれは、わ、あ！頭冷やそう。ああ、解体用具。ああ、やばいやばい、世界一な、一番一番持っちゃいけない武器。ああ、もう、切れ味抜群。切れ味抜群。逃げ足へ、切れ味へ。ああ、決まってる。逃げてー、ちょっと、いやー。ダメダメ、ちょっと、無敵になるっていうバフがあるから、レナには。ナタを持ったら無敵になるバフがかかってる。ああ、崩れていく。ああ、派手にこけて。ああ、なんて、なんていうことだ。レナー、気づい。殺さないであげてか。あ、ダメ、やめだ。やめてください。やめてください。オーマイガンツ。ああ、やってしまっ
ったよ。成人なのに、ひなみざわにはやべえやつしかいないのに。成人ポイントが高いやつがどんどん殺されていく。おい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 。いやー、にも父親も前の母親がもう本当にすべて、ナタで切るの？まあ、血が流れていっちゃうから。制服でやらない方がいいと思います、私。ああ、バラバラ殺人事件。バラバラ殺人事件だ。まあ、この世界は捨てるっていうことよな。そういうことなのかな？かな？うん。まあ、捨てるべき世界だっていうことを理解してるわけよな。多分、本人の口から、もうやめる、行かない、どこにも行かないって言わない限り、この世界線を繰り返すという。違う敵じゃなかったのに、味方になる予定だったのに。うわお。中原さんし、中原舞さんだよね。白紙やな。やっぱり実力派揃いっていう感じがするわ。さあ、レナは？ん？マジか。まだ隠しきれてないってことなのか？いやー、なんか重いところがあるわけよな。いや、もうこの段階でもう殺してるわけか。見つかってない。来てしまいました。ああ、そうか、この時か。お前だよ、被害者は。お前。いやー、そうだね。これもう気が気じゃないね。被害者なんて言われたら。うわぁ。やっぱり嗅ぎ回ってると思ってるんだよな。そうか、そこでさらに疑心暗鬼でどん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 ストレス的なものでステップアップしちゃってるのか、レベルが。落ち着くかと思ったら落ち着かないと。やばいやばい、息が。見つからない。ああ、見られたと思ってんだ。うわあ。気づいてない。大丈夫だって。うわ、俺もレナちゃん。覚悟が決まりすぎ、ああ、そうじゃないんだよ。そうか、ナタ持って立ったよな、確か。ああ、もう。専用装備を持ってしまった。うわ。開き直ったら？
そうか、お互いがお互い見られた見られたになってんだ。圭一も勘ぐってることをバレてるっていうのを、殺されるんじゃないかと思ってる。なった。これ、銃刀法違反やろ、こんなん。いやー、演技、いや、きついなー、この展開は。あ、そうか。料理作っていくみたいな。そうだね、よく会うって言ってたね。見事に調理されたわけなんですけれども。調理されてないか。あ、大石です。沖ノ宮警察署の大石です。すみません。リュグです。クーラー効かせてますよ。ガンガンに冷やすタッチなんで。たちなんで。うー源氏な。いつこ。おー、早いな。警察が動くのは。いや、でも一番金使わせてたってことだもんね。ああ、そうなんだ。だから来たのか。一人親だっていうことね。はい。大石もなんかループによってなんか当たり外れあるっぽいよね。わお。当たり。いや、みったらしいな。なんか嫌いにもなれないんだよな、大石。いいとこもあるんだよな。なんかすごい嫌みったらしい。嗅ぎ回られてる。おお。で、次で綿流しで、次で、あれだよな、夜だよな、確か。その次の日で、あれだよな。次回嘘だか。ああ、美味しいです。美味しいです。いやー、なるほど、なるほど。もうこの時点でやってたのか。でも、やっぱりここら辺からおかしかったよね、レナも。本編でも。ああ、いや、面白いな、こう、裏側が見れてくの。やっぱりいいよな。楽しいわ。ああ。まあ、本当に考察とかできるほど詳しくないから、本当にのんびり感想を言うだけになっちゃうけど。いやー、いいですね。やっぱりでもこう、さとこがなー。でもなんかなー、どうなんだろうなー、このループは。さとこが注射打たなくても狂っていた感じはしなくもないんだけど。どうなんだろうな。2話で、確か、あれだよね、リカ、あれ?どっちだ?そうか、そうか、そう、ん?この周回から気づいてるんだっけ?もうループがまた始まったってことに。いやー、こうやって2人で遊んでいたいわけよな、ずっと。だけど、リカは、外に出たいと。どっか行きたいと。ルチア行きたいと。
まあ、どっちも子供のふりをしてるのがちょっと面白いんだけどね。さあ、鬼明かし編その3ですね。来週を楽しみに待ちましょうという感じで。はい。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、やばいなぁ。これはすごいなぁ。いや、これをなんか、やっぱこういうの作りながらこうやってきたわけよなぁ。なるほど。いや、つれぇなぁ。なんかこうさ、やっぱりリナさんがいい人だったりとかしてるからこそ、なんかここで、いや、いい人ではないんだよな。多分根っこは変わってないんだと思うんだけど、やっぱりこう、ネナの感情を汲んであげたりとか、すごい優しい一面を見せたのに、それが通じないっていうのがすごい悲しいなっていうところですね。もし、それが通じてた時、だから疑心暗鬼になってない頃だったら、レナはどういう行動をしてたのかなっていうふうには思うんだよね。多分やっぱりちょっと変わって信じてもいいかなって思ったりとかしてたのかな。まあなんか前回罪滅ぼし編だったりなんだったりっていうのがちょっとよく覚えてないからあれなんだけど。いや、難しい話ではあるよな。まあ全てにおいてサトコは悪いんだけど。いやー、なんかこう、ひなみざわ症候群。なんかやるせない気持ちになるな、こうやって。まあでもあの時点でお互い勘繰り合いをしてたわけよな。多分もう、俺は多分嘘だのあたりまで多分レナはまだ無事だったのかなとも思っていたけど、あそこは多分素のレナなんだろうな。やっぱり発症してる状態の。でも、ケイイチの幻覚でも何でもなく。ですね。まあ、首をかいていくわけなんだけど。いやー、そうか、そうか、そうか。もう多分、レナ的には私がバラバラ殺人してんの見られたっていうので、怯えている。なんか、告発するのを恐れているし、ケイチはケイチでバラバラ殺人の記事を読んで、本当にあったんだって気づいた瞬間にそれがバレて、レナに消されるんじゃないかっていうちょっと恐怖感を今抱いている状態っていう感じなんだね。あー、お互いがお互いで疑心暗鬼になってるんだ。辛いなー。マジで。これ多分2クールでしょ？これじっくりじっくりやっていくんだろうけど、結末が気になるね。これどうオチをつけていくんだろうっていうところではあるかな。やっぱりサトコの狙いっていうのがどこまでなのかがわからないからね。いやー、もうマジ気になるよ、本当に。いやー、マジで。いや、気になるな、本当に。いや、マジ来週待てねえな。こうさ、2話いっぺんに見せられたらさ、待てねえって、本当に。いや、次も見たいっていう風になるじゃん。いや、一週間に一回待つのはなかなか辛いものがありますね。いやー、でも本当にやるせないよな。レナはさ、いい子じゃん。すごいいい子で、優しくて人のことも考えられるすごいいい子なのに、なんかこう、不遇な境遇みたいなものを見せられると、いや、なんかもうこいつ、なんで娘を見てやらないんだ。すごい毎朝さ、ご飯作ってあげてさ、みたいなことやって、すごいいい子なのにさ、もう本当になんかもう本当にパンチしたくなりますねっていうところであるんですけど、いやーでもまあこれは徐々に徐々に明らかになっていく物語っていうのですげー面白いですね。いやー、たまんないです。はい、まあ来週も楽しみに見ていこうと思います。というわけで今回のまとめ、ズドン、チャンネル登録お願いします。はい、というわけで今回はこんな感じで終わると思います。なんかコメントあればください。おいしいですとか、あとはなんだ、いろいろとリナさんすごいいい人だったのにとか、SSR だったんじゃないの？いや、こんないい人じゃなかった気がするんだけどね。SSR リナさんだったりとかね、ケイチレナとか、もうなんかもうレナの母親許せねえとかもいろいろとあると思います。大石ですとかいろいろとあると思いますね。サトコが黒幕で。で、次確かリカがあれするはずだよね。ケイチのメンタルケアするはずだけど、どう動いているのか、楽しみなところではありますね。はい、というわけで終わろうと思います。以上、なんだっけ。以上、日暮らしの泣く頃に、卒でした。バイバイ。